独創的な作風で人気の石井真嗣の小説が演劇、映像、音楽で立体化。シアターブラバ10周年記念シリーズ、つながる音楽劇、ムギフミクーツェ、エブリシングイズシンフォニー。作・演出を手掛けるのは、パフォーマンスと映像を融合させた演出に定評があるウォーリー木下。そしてギターや日用品など無数の楽器を駆使する音楽家徳丸修吾が音楽監督を担当。原作の雰囲気そのままにパフォーマンス的な要素やプロジェクションマッピングなどを交えたユニークな音楽劇です。主人公の少年猫役を渡部豪太、猫が恋する女の子緑色役を源真帆が演じるほか、尾藤勲、松尾隆が出演します。出演の話をいただいて、原作を同時に読み始めて、日本の港町なんだけれども日本のどこにもないというか、とても不思議な町が描かれてて、すごくそういうのって憧れてたんですよね、子供の時から。なのでそこを今回3次元でというか舞台化して、私が、主演を務めるってなった時にすごいワクワクするなって思いました。単純にたくさんの挑戦が自分自身にもありますが、それを楽しんで、その楽しさがみんなにつながって、音楽を通してその楽しさが広がって届けられることができたら幸せだなと思うので、一生懸命頑張りたいと思います。観客の皆さんもぜひ音が出るものを持ってきてください。舞台上の生演奏に合わせて一緒に音を鳴らせば舞台と客席が一つにつながります。ムギフミクーツェは4月に上演。